サビクイビスコ監督のイカリアです。副監督のマタワです。キャラクターデザインのアサリです。お願いします。お願いします。お願いします。ということで、はい、イカリア監督の歴史第3弾ね、行きましょう。はい、どこまでやったんでしょう。フェイトゼロまで終わってついにイカリアになったって。そうですね。それで一人で初めてやったのが、あ、魔王様だ。そっちが先ですね、きっと。これを作り始めたんですね、魔王様。はい。一人キャラで。そうですね。でこれやった時は全然、あれですよ。アニメの雑誌の版権とか一番なかったってなくて。すげえこんなちっちゃい記事しかなくて、全然話題になってなかったんですけど、意外に人気が出たんですよ。そうですよね。オンエア時、すげえ人気ありましたよね。そうですね。もっと大変だったよ、ね、作って。そうです。で多分これが終わった後にアニメ未来っていうのがあって、それでこれアニメ未来をやることになって、でそこで浅井さんが若手として入った。ここで出会ったんですね。そうですね。こんなちっちゃかった。アニメ未来って短尺のあれでしたっけ。あ、そうそうそう、短編を、あの吉浦さんが、はいはいはい、アニメ未来を受けてて、それで作画の人を探しててみたいな。それでマタ君が吉田監督と高様のパテマっていうのをやってたんで、で僕もそれ原画で参加してて、でそのつながりです。なるほど。でもう10年前ですね。でそれが終わった後に歌われるもののゲームがあったんですよ。はいはい。ゲームの国ぐらいだったんです。その時に初めて絵コンテと演出を、なんか後ろさんにやってみればって言われて、そしたら撮影手伝ってあげるよみたいなこと言われたんで、それで初めて演出やったんです。で、その後にこの赤目が切るやって、で、ここでもコンテ演出を。はいはいはい。で、この時にマミクワさんとかいたんですね、会社に。リバーさんも確かこの頃かな。ちょっと記憶がふわっとしてます。なるほど。なんかいろんな会社がこう出たり入ったりしてるんで、で、歌われでも演出とコンテをやるようになって、でもう演出でやっていこうと思ったんですよ。あ、そうなんですか。まあ、ちょっともう見切りをつけたっていうか、これ以上このアニメーターとしてはもう無理なんじゃないかなっていう、年齢的にもなんかこう、でその時なんかコンペでテラフォーマーやるの続編やるっていうのがあって、で知り合いがコンペやんないかって言われて、それでやってなんか受かって、あ、でやったって感じです。なるほど。で、もうやめようと思ったんですよ、もう一回やってるんですで、あれですね、UFO の時に出てきた制作の百瀬くんが業界辞めてたんですけど、戻ってきたって、久々に。で、電話来て、で、キャラデをやらないかみたいな感じになって、で、監督青木さんになったから、あ、いいね、なんて言ってたら、なんか、いかがですか、選ばれましたよ、みたいになって。まあ、最後だから青木さんたちやるかと思ってで、やったのがこれいいのです。はい、ここでみんなとついに出会った。ついに出会った児玉さんと丸田さん。そう、